をですねソフトに反射してくれるんですよね。塗りたくって首から上と下で色が変わってる方とかねたまにいらっしゃるんですけれども、そういうのがない商品なので、皆さんこんにちは。大人女性の美容辞典メイクアップ担当のまみえです。本日は夏のスキンケア、紫外線と日焼け止めについて第3弾、今日はちょっとおすすめの日焼け止めを紹介したいと思います。大人女性の美容辞典では、あなたの美容と健康に役立つ情報を日替わりで専門家が発信しています。ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは今日はですね、当サロンライフフォーアザーズでお客様におすすめ販売している日焼け止めを紹介したいと思います。こちらの日焼け止めなんですが、誠蒲田ビザージュの UV クリアミルク50という日焼け止めです。これですね、特徴がソフトフォーカスって言って、光をこう優しく分散させることによって美肌効果、またお肌への透明感を高めてくれる、だけど白浮きが目立たないというね、めちゃくちゃ優秀な日焼け止めです。で、前回の放送でもお話ししたんですが、 SPF は50です。 PA はプラスが3つになっています。ですので、前回の話の中であった生活紫外線バッチリ防ぐことができるので、日常使いに非常におすすめの日焼け止めです。塗った感じを紹介していこうと思います。で、こちらの日焼け止めなんですけれども、一般的な日焼け止めと同じように2層式2種類ですね、大きく分けて中に溶剤が入っているので、最初しっかりとかき混ぜてください。二層式の日焼け止めってやっぱりこう日焼け止め効果が高いものが多いので、しっかり紫外線をブロックしたいっていう方なんかはぜひね、二層式のものを選んでみてください。よく振っていただいたら、お顔にはだいたい500円玉ぐらいの大きさを出していただくんですけど、今手のひらで塗り広げて、今こんな感じです。どうでしょう、こっちの方が肌が明るく見えませんが、ライト消したのでより分かりやすいと思うんですけれども、だけどすごく自然な感じですよね。で、塗った時のこの塗り心地なんですけれども、日焼け止めってこう塗った後に肌の上に乗ってるような感覚が残るので、使うの苦手なんですよねっていうお声よくいただくんですが、こちらの UV クリアミルクは非常に軽いので、全然重くないので、塗った時の塗り心地がすごくいいです。日焼け止め独特の香りっていうのも全然しないので、匂いに敏感な方も気にせず使っていただける商品です。で、私も毎日これ使ってます。で、これ塗るだけでこう光をですねソフトに反射してくれるんですよね。なので顔が白浮きしない。塗りたくって首から上と下で色が変わってる方とかねたまにいらっしゃるんですけれども、そういうのがない商品なのですごくおすすめです。ぜひ使ってみてください。こちらのビザージュクリアミルクはオンラインショップからも購入が可能なので、ぜひ試してみてください。ということで、今日は、誠蒲田ビザージュ UV クリアミルク50、この夏ぜひ使っていただきたい、試していただきたい日焼け止めを紹介しました。これ夏だけじゃなくて一年中ぜひ使ってみてください。綺麗なお肌を育てながら紫外線もしっかりブロックすることができる商品なのでおすすめです。気になるお値段なんですが、 30ml 入り2800円に消費税入って3080円、非常に手頃な日焼け止めの価格だかなと思います。ぜひ、手に取ってこの夏試してみてください。それではまた次回お会いしましょう。 See you soon!